ライジンはスタートという、えー、お言葉があったんですがどんなではゴールというかこの先、どんな目標を描いているのか教えていいたただきでですすそうですね、まあ、自分の評価とその世間の評価ってやっぱ違うと思うんですけどそこで、まあ、今、その本来の強さよりも評価は低いと思っているんで。うん そのまず世間にこの俺の強さを証明したいっていうところですかね、うん、あのファイターとしては例えば格闘家として一番になりたいのかあるいは対世間に対してスターになりたいのかどんな未来を夢を描いてらっしゃいますか俺は稼ぎたいですねとにかく金を稼ぎたいその中でモデルになるようなファイターあるいは憧れてるファイターはいらっしゃいいますかいないですもう自分で道を切り開いていくと そうですねやっぱ誰かの真似じゃ面白くないと思うし、まあ、その俺の色っていうのがあると思うんで、まあ、そこは自分を信じて突き進んでいきたいと。 思ってますちょっと話題変えますが今年は朝倉選手にとってどんな1年だったんでしょうかそうですね、ライジンに8月にデビューしたばっかりで、あのー、8月から9と大晦日か全大会出させてもらって、まあ、格闘家としてそのさっきの話じゃないですけどだいぶ躍進してその世間に証明できたのかなと思うんで、まあ、最後、もう優秀な美で飾りたいですね。はい、あのファイターとしては 今、10が、えー、ピーク、ご自身の満足するところだとしたら、今、数値でいうと、どれぐらいの位置にいらっしゃると思いますか、感覚として。今の実力がってことですか、朝倉選手、ご自身の中で、今、自分が、えー、描いてる100点があるとしたら、うん、今、何点ぐらいかな、あのー、ここら辺まで来たかなっていう。まあ20点ぐらいですかね<っ>、はい、というのはまあその、もっと稼ぎたいなっていう、稼い <laughs> で、でその先に何がしたいとかありますか まあその成功ってその概念はないと思うんですけどなんーだろうなその一つの道を極めてその他人が羨むようなお金を手にできれば成功なのかなっていう風に思ってるんでまあそう他人が羨むほどの金を稼ぎたいです、えー。<laughs>